ゴーイングポスタルはアメリカ英語のスラングで、しばしば暴力的な事態にもつながり得る、制御不可能なほどに激行した状態、また特に職場におけるものを指す。1986年以降、アメリカ合衆国郵便公社職員による上司や同僚、警察官や一般市民を標的とした大量殺人が相次いだことに由来する。 1970年から1997年までの期間、少なくとも40人が郵便公社の職員、または現職員によって殺害されており、このうち20件が職場内暴力に関連した事件とされる。ゴーイングポスタルの要例として最も古い記録は、1993年12月17日付、セントピーターズバーグタイムズに掲載された記事である。 このシンポジウムは、いくつかの職場で、ゴーイングポスタルなる表現で知られる、過度のストレスの紛失に起因する事件が頻発した後、郵便公社の講演の元も用された。1983年以来、11箇所の郵便局で銃撃事件があり、35人が死亡している。郵便公社は、ゴーイングポスタルなる用語を認めず、人々に使用を控えるように働きかけてきた。 しかし、一部の郵便局員らは職場でそうしたものの、存在を感じているという。The Symposium was sponsored by the US Postal Service, which has seen so many Utubers, that in some circles excessive stress is known as, going postal, 35 people have been killed in 11 post office. シティングスシンス1983ザスプスドーズノットアプルーブオブザタームゴイングポスタルハズメイドアテンプッツツーストップピープルフロムユージングザセイングサムポスタルワーカーズハウエバーフィールイットハズアンドイッツプレス1993年12月31日付ロサンゼルスタイムズの記事では次のように用いられた国内各地で起こるより 深刻な銃乱射事件とは異なり、この一件は、我々の言語に、新たな言葉をもたらした。職場内での銃撃事件は、ゴーイングポスタルと呼ばれる。Unlike the more dead dreamers shooting us around the nation,witch havelength, a new term to the language, ラフェリング to shooting, アップ the office as going postal.1986 年8月20日、オクラホマ州エドモンドにて、 郵便局員パトリック・ヘンリー・シェリルが職場内で銃を乱射した。14人の職員が射殺され、6人が負傷した。シェリルは犯行後に自らの頭を打ち自殺した。1991年、ニュージャージー州リッチウッドにて元郵便局員ジョーゼフ・ m ハリスが元上司、キャロル・オッドと夫のボーイフレンドだったコーネリアス。 キャステン・ジュニアを彼らの自宅にて殺害した。事件翌日の1991年10月10日、朝、ハリスはさらに、リッチウッド郵便局に勤める郵便仕分け作業員で59歳のジョーゼフ・エム・バンダー・パーウを、プロスペクト・パークで、同じく郵便仕分け作業員で63歳のドナルド・マクノートを、ポンプトン・レックスにて殺害した。 ロイヤルオーク郵便局1991年11月14日、ミシガン州ロイヤルオークにて、元郵便局員トーマス・マキルベーンが郵便局内でライフル銃を乱射し、自らを含む5人を殺害した。事件はマキルベーンが犯行的との理由で解雇された直後に発生した。彼は以前にも郵便配達中に客と口論を起こしたことから、停職処分を受けたことがあった。 事件前、ロイヤルオーク郵便局には、労使関係や運営に関連した問題の報告や、顧客サービスへの苦情が相次いでいたこともあり、事件は地元メディアの注目を集めた。カール・レビン上院議員の事務所が事件の調査を行い、1991年9月10日には、調査結果が覚書として要約された。この覚書によれば、マキル・ベーンによる、 乱射事件以前には、嫌がらせ、脅迫、虐待、エコ被益に基づく昇進があるいは降格が横行し、郵便配達及びサービスに関する幅広い問題が多数存在したという。九百九十三年五月六日、二件の殺人事件がわずか数時間の間に起きている。ミシガン州ディアボーンの郵便局では、ローレンス・ジャションが三人を負傷させ、 一人を殺害した後に自殺した。カリフォルニア州デーナポイントではマーク・リチャード・ヒルバーンが母親と飼いノを殺した後二人の郵便局員を射殺した。この二件の殺人事件を受け郵便公社は同年中に85名の職場環境分析者を雇用し85カ所の郵便管区に配置した。職場環境分析者は 暴力の排除と環境の向上を職務としていたが、2009年には郵便公社小型が努力の一環としてすべて廃止された。2006年1月30日、元郵便局員、ジェニファー・サン・マルコがカリフォルニア州ゴリータの郵便仕分け施設で拳銃を乱射し、6人の郵便局員を射殺した後に自殺した。また、事件後には、 彼女がかつて暮らしていたマンションにて警察が7人目の犠牲者を発見している。報じられたところによれば、郵便公社では2003年に精神状態の問題を理由にサンマルコを解雇していたという。この事件は女性によって引き起こされたものとしては、アメリカにおける最悪の職場内住乱射事件であると考えられている。2006年4月4日、オレゴン州。 ベーカーシティの郵便配達員グラントギャラーは上司を殺害したことを認めた。伝えられるところによればギャラーは郵便局長を殺害するために357マグナムリボルバーを購入して郵便局へと向かった。駐車場で上司を見つけると複数回繰り返し車で引き、それから郵便局へ向かって局長を探したものの見つけられず駐車場に戻って 上司を射殺した。ギャラーは事件3週間前に新しい配達ルートに割り当てられたが、そのために労働時間が伸びて1週間続けて働かねばならなくなったことなどにプレッシャーを感じていたという。2017年12月23日、郵便局員レシャウーン・スチュワートが2人の同僚、上司、郵便局長を射殺した。研究者によれば、 郵便関連施設職員による殺人事件の割合は他の業種より低いという。この割合が最も高いのは労働者10万人あたり1年に2.1件の殺人が起こるとされる小売業である。すべての業種を含めた場合、労働者10万人あたり1年に0.77件の殺人が起こるとされ、一方で、 郵便業の場合は労働者10万人あたり1年に0.22件の殺人が起こるとされた。1993年、アメリカ合衆国議会では、郵便公社における暴力事件の実態を探るために合同聴聞会を開いた。この中では、郵便業労働者の割合は、民間上勤労働者の1%未満であるにも、かかわらず、職場内殺人の13%が、 郵便関連施設にて職員、または現職員によって引き起こされていることが問題視された。しばしば論争を引き起こすビデオゲームシリーズ、ポスタルは、この後にちなんだタイトルである。一作目で、プレイヤーが演じるのは、残虐な大量殺人者であったが、以後のシリーズ作では給料を受け取るなどの日常的な雑用を目的としつつ、不必要に暴力的な選択肢も用意されている。 1997年、郵便公社は、ポスタルという語の使用について、制作元のランニングウィズ・シザーズ社を訴えた。RWS 側は、ポスタルなるタイトルではあっても、郵便公社やその職員とは、全く無関係のゲームであると主張した。2003年、権利の侵害は認められないとして棄却された。1995年の映画、クルーレスの劇中でもこの語が用いられ、 この映画によって一般に広く知られるようになったと言われている。撮影当時はまだ珍しい言い回しであったため、俳優たちはゴーポスタルなるセリフの意味を理解できなかったという、ありがとうございます。